アメリカインディアン国民会議は、アメリカインディアンの権利団体、政治団体。アメリカインディアン国民会議は、全米のインディアン部族の部族会議代表たちによって、1944年に、ワシントン DC に設立された。向かいの組織構造は総合会議と執行委員会、7つの委員会で成立していて、役員は、議長、副議長、秘書、会計に分かれている。 彼らの公式サイトはこう説明している。向回はアメリカ合衆国がインディアン部族の条約権利の矛盾をついて支配者として部族政府に強制した部族の解消方針と同化政策に対抗して設立されました。向回はインディアン部族の条約と主権の保護のために各部族政府において統一と協力の必要性を強調しました。 1944年以来、アメリカインディアン国民会議は、アメリカインディアンとアラスカのエスキモー、アレウトの部族政府の権利に関する会議と広報のために働いています。この半世紀の間、我々の最終目標は、普遍のままです。今回は、アメリカ連邦に属する部族の中のほんの100人の集まりから始まって、長年にわたって成長しています。 現在、主要な部族国家の政府組織として役立つとともに、向井は、アメリカ連邦政府の政策と、部族政府に利益をもたらす連邦の決定を知らせるため、これを監視する立場にあります。前、向井副議長の JT 軍備結成直後から、向井は、合衆国議会に、各部族の部族会議から代表団を送り込み、第二次世界大戦でのインディアンの貢献を背景に、 発言力を高め、激しいロビー活動を始めた。彼らは合衆国議会で、少しでもインディアンに不利な法案が上呈されると、大声で吠えまくる赤い番犬と呼ばれる圧力団体となった。1949年、向回は連邦政府に対し、インディアンの雇用不均等について提訴した。1950年には、 アラスカのインディアン、エスキモー部族の保留地解消法案を撤廃させた。1954年7月8日、インディアン部族の民事、刑事管轄権を州政府に移すという州の法案に反対し勝訴した。1952年6月19日、今回は、ユタ州で、インディアンの自女のための行動計画を企画し、 12の集団からなる50人の代理人を立てた。トーマス・ジェファーソンが構想し、アンドリュー・ジャクソンによって推進されたインディアンの保留地、政策はいずれ全国道合衆国のものとするまで、すべてのインディアン部族のための領土を保留地として取っておき、連邦管理官を置いて合衆国の管理下に置くというものだった。インディアンの社会は合議制に基づいており、 権力者としての主張は存在しない。しかし、合衆国は、同化政策を進める上で、1934年に、インディアン再編成法を施行し、保留地に、部族政府として、部族会議の設置を義務付け、合衆国に、都合の良い人物を、部族会議議長として据えた。白人の言い,いなりとなって、議長が部族民にあれこれと指図する、主張性は、 すべてを共有する文化を持つインディアンたちにとっては馴染まないものだった。インディアン再編成法以後、全米の保留地は部族会議派とこれに反発して昔ながらの共同体を保つ伝統派に二分された。このため、合衆国はインディアン管理局を通じてより彼らの支配に通じやすい人物を議長に据え、部族会議は 合衆国の区物と揶揄されることとなった。今回は、こういった、部族会議の中から選ばれた代表が、合衆国の枠組みの中で議会で、ロビー活動を行う団体だった。彼らは合衆国の公の場で、直接的な抗議行動を取ることは好まなかった。実際に、彼らは1960年代に、インディアンはデモはしないというスローガンを掲げてさえいる。 彼らの政治姿勢は常に保守派のスタンスだった。こうした向井の手法は結局保留地から都市部のスラムに追いやられ絶えず白人からの暴力や人種差別を受け続けていた若い世代の共感を得られなかった。向井のあくまで合衆国の下での権利要求は若い世代には生ぬるいものにしか見えなかった。いくら議会でインディアンの権利を叫んでも 白人社会は見向きもせず、マスコミも取り上げることはなく、インディアンの絶滅法案は次々に合衆国議会に提出され続けていた。連邦のインディアンに予算は、機能せずに無駄に消費され、インディアン部族の貧困と急乏は一向に解決しなかった。こうした状況を反映し、1964年には、内閣の会員部族は19にまで減るという結果となった。 この中、1960年代の黒人の公民権、運動、ブラックパワーに刺激されて結成された全米インディアン若者会議は、向井の全国会議の開催中に、これに不満を抱いた若者たちの中から生まれた組織だった。さらにこれに続いた若いインディアン男女の権利組織、アメリカインディアン運動も、ニックと同じくデモや選挙など、向井が採用しなかった。 過激な直接抗議行動をとった。ことに、AIM は、向井の主体である、部族会議派ではなく、伝統派と共闘して、インディアンの民族会議を掲げ、白人の土俵で行儀良くすることに反発した。そして、AIM の派手な抗議行為は、マスコミの関心を捉えることとなり、たちまち全米のインディアン部族にその規模を拡大し、いくつかの関連団体を生みながら、向井と、 相反する手法によって、インディアン権利運動の主流となっていったのである。向井の若い世代の運動家には、バイン・デロリア・ジュニアや、リチャード・オークスがいた。彼らは、AIM と共闘し、抗議運動を共にしている。現在、向井は560のインディアン部族が、アメリカ連邦政府の認定下にある都市、保留地の生活条件改善を、戦いの目標としている。 公式サイトが掲げる彼らが提起する現在の問題点と論題は以下の通りである。インディアン家庭のための特に若者と老人を対象としたプログラムとサービスの保護所等、中等及び青年教育を含むインディアンのための教育の振興と支援少年の薬物乱用、エイズの予防、その他の主要な疾病の予防を含むインディアンの健康管理の強化環境保護と、 天然資源の管理の援助インディアンの文化財と宗教の自由の権利の保護。インディアンの国の経済発展と民間資本の誘致のためのインセンティブの提供と、これを確保するプログラムを含め、保留地内外でのインディアンの経済的機会の権利の、推進すべてのインディアン民族の権利の保護、安全な低価格住宅の供給ュリーブ。ブラッドレイ G、フロムタイムイメモリアル。 ザ・フィッシュ、インムーブメント＆ザ・ライズ・オブ・ザ・インター・トライバル、アクティビズム、パシフィック・ヒストリカル・レビュー。七十八点三、四百三から四百三十四。アワー・ヒストリー、ナショナル・コングレス・オブ・アメリカン・インディアンズ。ありがとうございます。